皆さんこんにちは、かなです。今日もこんにちは。 FF16 先週に引き続き続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。すいません、15時開始予定でしたが、ちょっと歯医者で治療しておりちょっと長引いてしまいまして、すいません。10分遅刻しての、スタートになります。お待ちいただいてた皆さん、すいません、ありがとうございました。ちょっと YouTube の方での音と確認してから、始めていきたいと思います。出るかな。今日で26回目の FF、 もう後半なんじゃないでしょうか。大丈夫そうですね、音も出てる。はい、それではですね、今日はもうマザークリスタルあと1個なんですよね。あと1個で1個残すのみというところで、でそれを今ぶっ壊しに、来たところでございます。エイストラへ向かう、闇路を行く。はい、もう早速進めていきたいと思います。あ、でですね、前回衝撃シーンでしたね。あれは本当にもう見返したんですけど、あのシーン何度も見返したんですけど、やっぱ何度見てもどうやってあのポジションになったのかが気になる。あの裸の二人ね、裸で二人で背中合わせになってたシーンですが、なんだか薄気味悪いところだな。よし、戦ってこ、早いところ抜けちまおう。そうね、今ガブも一緒ですね。今ガブも一緒、ガブとトルガルと一緒に来ています。敵どこや、結構いるね。ガブやられんなよ、今日も暴れてくぜ。マイク音どうかな、私の音声。ちょっと待ってください、ちょっとだけ調整しますね。よし、ごめんなさい。こっちで合ってる？ここも結構広いね。なんかアイテムもありそうだけども、ちょっとぐるっと回りして、ぐるっと回りしながら行きたいと思います。敵を倒しつつね。で、あのジルの芝の能力も召喚獣も使えるようになったんですが、まだセットはしてない。召喚獣とかアビリティは前回と一緒。いいぞ。おりゃ、戦うときって皆さんなんて声かけしますかね。私オリアっていう言葉が自分で多い気がする。なんか最近気づいた。でかいカメさん、こいつ前にも戦ったことがある気がする。オリア、あ、ちょっと待って、これコントロールがねうまくできてないな、私。おい、避けつつ避けつつ当たりつつ、リミットブレイクを使いつつ、多分ね、私ね、戦闘回避がうまくちょっと使えてないんですよね。回避をもうちょっとうまくやりつつ、おい、あとね、このフェニックスじゃないや、のバハムートのジャスト回避をうまく使って、でこのねメガフレアね、ちゃんとこれも活用していきたい。
今日はそれ目標。今日も多分戦闘が多いでしょうから。胸から、胸からじゃないね。完全に手から出てましたね。OK。テイクダウン中。OK。よし。あ、アイテムある。ちょっと待ってね。ちょっとだけゲームを、自分の方で聞こえるゲームをあげます。行くぜ。あそこになんかある。あそこの岩の中なんか光ってるない？なんかオレンジ色に光ってる気がする。この空飛んでる時の敵をそれできるか。おりゃピロリスク、なんか菌みたいな、細菌みたいな名前してピロリスク。いいんじゃない？あとドイツ？あとドイツ？ちゃんとロックオンして。オッケーオッケー。トルガルが倒してくれたかな。あそこの上にもアイテムがある。ちょっとアイテムは、なんか今までやってきた感じ、こういうところであの光ってるアイテムでそこまで、そこまでなんか大事なアイテムはなかった気がする。多分大事なアイテムはあのリスキーモブとか倒した時に結構重要なね、武器強化とかできるアイテムがゲットできるんだと思います。今までなかった気がするよ、この道中の。あ、やば、避けられてない。今日の目標はしっかり回避すること。あ、回避できてない。この時、トルガ、助かったよ。この時にこのバハムートでメガフレアを、ああ下手くそめ、私ジャスト回避したいんだけどできない。一旦これでいって、おい、ナイス、いいぞいいぞ。あ、オツカナダ、オツカナダ、メープルシロップが美味しいよね。それぐらいしか出てこん。カナダの知識、ナイアガラ、ナイアガラの滝はカナダですよね。ナイアガラの滝っぽいあの場所がありましたよね、この FF16 にも。あのふ、伝説のあの昔話。お、あ、なんだなんだ、びっくりしたびっくりしたびっくりした、なんだなんだ、沼からいきなり出てきた。こいつお初の敵じゃないか。ちょっと回避しながらね、うまく。いけ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 。これ使ってる間に自分回避すると、よしよしよし、いいよいいよ。何度も言いますが、今日の戦闘の、おい、いいよ、戦闘の自分的目標はしっかり回避をすること。前回ね結構やられちゃったので、アイムデッドしちゃったので。 OK、 いいよ。あとはうまくコンボを、コンボもね出していきたい。OK、 結構いるねこいつ。ブルートライト、ブルートライトっていう敵っぽいです。これはここに来て初めて出会った敵。リミットブレイクも使おう。使える
アビリティはどんどん使ってきます。オッケー、テイクダウン、コンボで、コンボでこの辺はちょっといきたい。アビリティが使えないときはコンボ。ブレイク、おいおいおい、ガブに今攻撃しなかったか、大丈夫か。このウィルオウェーヌかな、ウィルオウィックスか、ウィルオウィックス使ってる時は何回か敵の攻撃を無効化できるっぽいので食らわないらしいので、これもねまとってると結構戦闘中は良さそう。あれさっきなんか岩のところになんかオレンジ色に光ってるところあったけど、勘違いかな。ちょっとねこの辺も広いからちょっとぐるっと回りしながら行きたいと思います。ピロリ菌みたいな鳥も飛んでる、敵も結構いるね。ちょっとか戦闘せずに行こうか。ジルのアビリティをゲットしたんですけど、一番強いジルの、シバのアビリティをマスター化させて、他の召喚獣にセットできるようになってからちょっとそのシバの能力は使いたいなと思ってます。なんで今んとこ前回と一緒、タイタン、フェニックス、あとバハムートセットしてます。でイフリートはね、ま、のいくつかのアビリティはマスター化させて、それぞれの召喚獣にちょっと部分的にセットしてます。今んとこねこれでいきますよ。いやびっくりするわこいつ、こいつびっくりするわ、嫌だ、もう戦う、怒ったプン、もう怒ったぞ、絶対食らわない、こいつにだけは絶対食らわない。もう見えない、前が見えない。オッケー、見えた。いいんじゃない？食らってないんじゃない？オッケー、テイクダウン。おりや。ガブ行くぜ、ガブ。オッケー。リミットブレイク。おるやん、光よ、バハムートでジャスト回避、今うまいよ、うまい、いいぞ、オッケー、いいんじゃない、ちょっと最後のギガフレア違うところに飛ばしちゃってたけど、よし、そろそろ行こうか。あそこに落ちてるアイテムをちょっと拾ってからのもうなんか沼から出てくるからいきなりびっくりしちゃう。よし、なんかブルーインパルスみたいな名前の敵、なんて高さだ、なんだこれ、あトルガル落ちんなよ、落ちるなよがフリじゃなきゃいいけど、うわなんだ、あこらボケーかなげーこすくそーアホーやろーてまーん、あんた貴様お元気ですか。ありがとうございます。なんじゃこら、ありがとう。最後はお元気ですかって言ってくれて、質問してくれてありがとう。優しくしてくれてありがとう。こら、ここがエイストラか。元気です、私は。今日も元気です。なんかね、なんかやっぱり、こう、年齢を重ねていくと、やっぱね、風邪がなかなか治りにくい。これ私の問題？年齢の問題？
まだね鼻声、ちょっと鼻声なんですけど、鼻詰まりがあるんですけどね。でもめっちゃ元気。誰かに見られてる感じ。なんかおかしいぜ。ああ、この感じは。あ、トルガルがね、やっぱいい仕事してんね。アカシアじゃん。アカシア？こいつら。くそ、ここも同じだ。村、ここの村の人たちはもうみんなもういないね。やるしかないのか。よっしゃ。行くぞ、ガウ。はいはい。分かってな。行くぜ。ファイター。こういうこと、こういうこと、こういう戦い方よ。言いたい放題やん。私言われたい放題やん。でもね、なんだろう、あのディスられるとちょっと心地いい感じ。ディスってもっと。ディスられるとちょっと心地いい感じなんだろうな。これじゃ生き残りは期待できないか。切り抜けたからにしろ。結構いるね。かなげちゃん、ウィー、ビビビ美人、ありがとう。ありがとう。パニックになっちゃうよ。ディスられたり褒められたり、あのどっちも心地いい。ありがとう。まだ来るぞ。俺たちか、アカシアどもか、勝つのはどっちかな。ありだ。こちら側、いつだって勝つのはこちら側。ふっ、おりゃ、いいんじゃない。おりゃ、リミットブレイク。何度も言いますが、今日の戦闘のポイントは回避。はい、もう倒したんじゃない。まだか。気を抜くなよ。おりゃおりゃおりゃ。おい、いいよ。他いる？でかいの来たね。ここはじゃあバハムートの OK、 ジャスト回避を狙ってく。オッケー、チャージもっとした方がいいよね。あー、食らった。くっそ、やってやる、やってやる。もう絶対負けねえ。前回ね、すごい悔しかったので、あの S 級のリスキーモブにやられて。おい、はい、もっと攻撃くれい、もっと攻撃くれい、もっとこ、えい、痛い、食らった。もっと攻撃くれ。オッケー、いくよ。いいんじゃない。どうですか、いいんじゃないですか。出てくるか。でかいの来たね。アルテマは人間たちをみんなアカシアのもう神の兵にする目論みのようだからね。おいおいおい、全然大丈夫よ。おりゃ、あれ、あのリミットブレイクって、ちょっと今更なんですけど、リミットブレイクって、あの戦闘なんかこの、あー、やばいやばいやばい。オッケー、メガフレアとか、ある程度時間かけて攻撃できる、こう技を使ってるときに、アビリティ使ってるときに、
リミットブレイクを途中で挟んじゃうと攻撃止まっちゃう。今更だけど。攻撃してこい、攻撃してこい。オッケー。オッケー、 AK。 おい、ナイス。いいんじゃないでしょうか。今日結構冴えてる、戦闘が冴えてる。これで全員か。大丈夫ガブ。トルガルも大丈夫か。なんだなんだなんだよ。なんだよ。でけえ声出して。なんだ。なに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 。うわ、出た、ここで出た、バルナバス。ここで出たか。集め召喚獣オーディンに。ストーンヒルへ向かうか。だが彼女に来臨された御方に今のままのお前をお見せすることはできん。今度は何をするつもりだ。グラズヘイムウォール。何なんだこりゃ。なんだこりゃ。いやいやいや、規模が違いすぎる。規模が違いすぎるでしょ、他の召喚獣のアビリティとの違いが。なんじゃこりゃ。これは一体。なんだ。昼へ向かいたくは我が元で参じよう。その時お前を器として完成させ、神に捧げよう。オーディンとついに対峙するってこと。え、ここでやんの。びっくりした、びっくりした、びっくりした。すごいフェイント。なあクライブ、このわけわかんねえ状況を説明してくれ。どうなってんだ。待って、大丈夫、カラスダメ、カラスダメ。あっ、おい、これはどうしろってんだ。これじゃ先へ進めねえぞ。囲まれた。やつを撃つしかない。いいだろう、誘いに乗ってやる。大丈夫か。待ってろバルナバスザルム。ちょっと待つんだ、落ち着けクライム。やつがどこに行ったかもわからねえ。どこに行ったかもわからねえ。あたりを探してみよう。ガブが一緒でよかったね。ああちょっとね、もう怒りが込み上げてきちゃって。クライブ、やばい。先が分かりゃいいが、とにかくあの帳みたいなのに触っちゃダメだ、絶対に。一発で死ぬぞ。オーディン斬鉄剣パー。あれ斬鉄剣だったのかな。なんかすごい、なんか何か物音が聞こえる。剣は出てきてます。え、探ってみよう。剣は出てきてましたよね。いっぱい剣が
ズブ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 っていっぱい空から降ってきて、でそこを囲まれてなんかもうバリアみたいなの張られちゃって、やだ開けたくない、絶対ここ開けるって書いてるけど、ええちょっと待って、窓から何も見えない、窓からちょっと見えるけど中の様子はわからない、まるで国王に乗ったラオウや確かにあのなんだっけ、あの見たこみあのあの漫画見ては見たことはないんですけど、ラオウはわかるだ、生き残りか、あ生き残り、助けて、赤ちゃん抱いてる、あ妊婦さん、どうか、うん大丈夫、あもし、あおっと大丈夫大丈夫大丈夫、俺たちは正気だ、あめっちゃ綺麗な子じゃん、めっちゃ綺麗な妊婦さん、あトルガル外で見守って様子をね見守ってくれてる、いやー妊婦さんこっから一人だと逃げられないよ、助かりました、さすがにね、この家に隠れてた方が良さそう、エッダさんって言ったよな、ここで何が、旦那さんはどうしたの、先日このアルケンの空に変わってからのことです、村人たちが次第に おかしくなっていきました、私だけを残して、どういうこと、私は隠れていました、ずっと、でも今度はお城の兵士がやってきて、みんなアカシアにされたの、その何なのかな、アルケーの空ってのは、今のように薄暗く不吉な空模様のことです、ちょっと待って顔めっちゃタイプこの子、確かすごいタイプ、伝えでは世界の滅亡の前触れだと、滅亡か、他の村人たちは見当たらないが、行って しまいました、東の遺跡幻想の塔へ、まるで誘われるようにみんな行ってしまった、夫も、夫さんも行っちゃったんだ、クライブどう思う、なんで彼女だけが、奴らの仕業だ、変化しなかったんだ、アカシア同様操られたんだろう、じゃあなんで彼女だけ無事だったんだ、妊婦さんに何か秘密があるってこと、お腹にいる赤ん坊のおかげかもしれない、なるほど、その子がベアラーだとしたら、エーテルに耐性がある、村人の行動が原初の楔の影響、なるほどね、そういうことか、時間がない、なるほど、幻想の塔、バルナバスはそこに、村人たちをアカシアにして集めてるんだ、でもなんか悲しい運命じゃない、あのお腹の中の子がベアラーだとしたら、お腹の子が守ってくれたのに、フェニックスゲートと似た作りだ、えジョシュはまさかそこにいんの、幻想の塔に、となればこの先には
なんかあのジョシュアが出してるこの炎、カルシュファーみたい、カルシュファーだっけ、ハウルの動く城に出てくるあの炎のお化け、カリシュファーだっけ、なんか可愛い、生きてるみたい。あ、すんごい綺麗に残ってた。まだ原型がある。アルテマ、イフリート、ガルーダ、ラム、シバ、ザイタン、バハムート、オーディン、そして伝説のリヴァイアさん。リヴァイアさん、なぜ、なぜフェニックスがいない。どういうこと。ジョシュア、ジョシュア、何、限界が来てんのか、それとも誰か奴の求める姿。なるほど、ジョシュアと、ジョシュアとお兄ちゃんがうんって合体した形ってこと。もう行っちまうのか。お前はその人についててやってくれ。ねえ、なんかさ、かわいそうじゃない。俺は奴と決着をつける。もしもの時はジョシュアと合流して船に戻るんだ。いいな。勝てんの。ああ、今のクライブの力で2回もやられてるよ。おい、バカな真似はするなよ。俺はシドの名前を継ぐつもりはないからな。ああ、俺もこの名を捨てる気はないよ。うん、負ける気は、負けるつもりはないってこったね。トルガロはついてきてくれるんだね、やっぱりね。ね、早くこの世界を変えないと。あの妊婦さんのお腹の中が本当にベアラーの子で、ベアラーの子、ベアラーだとして、その子のおかげであの妊婦さんが助かったとしたら、あの子が生まれてきた時にはさ、もうこの世界、今のこの世界のままだと、ベアラーはもう赤ん坊としても生まれてきても、もうキャー、ベアラー、ベアラーの赤ん坊って言われて捨てられちゃうわけでしょ。バルナバスはおそらくそこに。道を探してみよう。そうなるとさ、せっかくあの子、お母さんのさ、こと守ったのにさ、そんなのはやだよ、そんな悲しい結末は。こんにちは、お邪魔します。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。皆さん今日も楽しんでってくださいね。あ、あれ、ここ今出てきたの。ごめん、もう一回ちょっとお願い。その子を捨てないで。村人たちは何かに誘われるように幻想の塔へ、うん、あそこには村の東門から行くことができますか。東門、この人のことは任せとけ、はい、頼むぞクライブ。この家に、無茶だけはしてくれるなよ。この家にアイテムはなさそう。よし、行こうか。東門から行けると、北、南、西、東、こっちだね。え、でも、あ、こっちは行けなくなってるね。エイストラ鉱山地帯には行けなくなってる。東門の方からじゃあ行ってみよっか。こっちだもんね。うん、目的地は。じゃあ、ここ出て、東に向かいたいと思います。なんかそんな難しい地形じゃないから、地図が読めない私でも、行けそう。迷わずに行けそう。
よし。なんかこの村ぶっきみすぎて嫌なんだよな。ハッフ峡谷道？なんだここは。どうなってんだもう。おりゃ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 、へい、一発よ、串刺し、カニの串刺し。なんなんだあの、なんか、あれか、オーディンが出した剣かな、あれ。おりゃおりゃおりゃ、これで敵を串刺しにしつつ、これでタイタンの大地の怒りで範囲攻撃。 OK。 このカニさんはね、全然大したことないよ。こっからよ、問題は。もう戦いたくて仕方がない。うわ、なんだすご。え？なんだこれ。闇のバリアが張られております。こっちとか何もない？何もないね。こっちでいいのかな？なんか東じゃなくなってると思ったら逆方向に向かってる。東じゃなくなってると思ったら逆方向に向かってた。どこでくるっとなっちゃったんだろう私。かなちゃんって花粉症やない？最近花粉飛びまくってる。あ、私花粉症で、そうだ、すっかり忘れてたけど、もうそんな時期ですね。私スギ花粉でして、結構ね早い時期からなってたんですよ。なってたんどそう。これも花粉のせいかしら。うまく舌が回らない。もしかして漢字が読めないのも花粉のせいかしら。そういう症状出るかしら。漢字が読めなくなる症状。こっちちょっと待って。こっちさ、行けないけど、なんか今時点でないか、ちょっと見てみていいですか。スギ花粉はね、もう小4の時に。ここには何が。いや、後にしよう。後にしようか。ここには今のところは何もないね。空の遺跡っぽい跡も残ってるよ、この辺は。小4の時に花粉症になって、その時住んでた家の、なんだ、小林がいる。ちょっと待って、これ逆戻ってないですよね。気づくと逆方向行ったりしちゃってるので、これで、その時住んでた家の周りに、がもう杉だらけで、もう本当にその時はもう毎日黄色いもう花粉が飛んでるのが見えてたんですよ。もう目に見えてて、杉が多すぎて。OK！ いいんじゃない？今逆方向向いちゃってるので、こっち？こっちね。OKOK。でもね、家族でなぜか私だけが花粉症になって、何なんですかね、あれってね。同じ量浴びて生活してるはずなのに、兄弟とか、両親はその時全然花粉症にはなってなくて、てか家族で私だけだったかな。やば、当たってるね。バハムートのこれで行った方がいいかな。これで OK。 OK、 いいよ。
でももうそっから何十年も経ってるから、そのスギ花粉って判定されてから、もしかしたら別の花粉とかもね、あのもしかしたらもうかかってるかもしれないんだけど、今んとこでも2月とかやっぱあの春先に症状が出るぐらいですね、今のところは。もう花粉の時期だ、早いな。こっちだね、この辺は特に何もなし。空の遺跡は結構各地になんか残骸が残ってるんですね。こっちで合ってる、本当に合ってるね、大丈夫ね。こっちの広場みたいなところは何もない。あ、なんかここ上登れそうだけど登れないか。なんか秘密基地にできそうな場所があるよ。秘密基地になりそうな穴蔵が。小学生の頃、あの3つほど秘密基地を持っていて、あ、なんかある。これ何なんだろう、これ何個か発見したんですけど、これ何なんだ、アダマンのコテって何、何なんだこれ。全然未だになんか分かってない、アダマンのコテ。小学生の頃3つほどね秘密基地を持ってて、1個はああいうなんかあの洞窟みたいなねところありました。友達5人ぐらいで毎日行ってた。いやーすごいぞ、ここに幻想の塔、オーディンが待ってるというのか。やっぱ最後はトルガルと2人なのね。え、ここに村の人たちもいるの？はあ、あもこさん、今のなんか他のところにも一応行けるのね。でもね、もう行っちゃいますよ、幻想の塔に。もうこのまま行っちゃいたいと思います。早くオーディンと戦いたい。やだ、絶対殺されたくない。今日は絶対勝ちたい、一発で。なんだこれ、壊れてるのかな、破壊されてるのか、もともとこういう作りなのか。バルナバス、なんか破壊された、誰かに破壊されたみたい。なんだこれ、すごい扉。どっかでも見たことのあるような扉だ。トルガル、無茶すんなよ。あ、これあれかな、フェニックスゲートで、あのフェニックスゲートは、なんかフェニックスだけが入れるその儀式する場所みたいな扉もこんな感じじゃなかった？生贄の王、やはりバルナバス。この遺跡は生きているのか。小林がいるぞ。ここ小林が飛んでるぞ。やばい、邪魔が入った。小林という邪魔が入っております。今私の近くに。なんだこの神秘的な、でもなんだろう、ちょっと乗りや。風からの免疫弱からの花粉症やね。知らんけど知らんのかい。でもね、免疫はかなりね、やっぱ年末年始からの風邪で免疫力がね戻ってない気がしますね。それはねある。ちょっと待って、私待って、どっから来た、道がない。これか、ここから来たんだ。
ってことは入れる扉は一箇所だけ、ここだけ、他は入れない。あ、特になんか謎解きでもなかったわ。謎解き来たと思ったら謎解き でもなかった。特になんだ、でもなんだここ、村の人たちどうなったの。え、何、なんかある、下に。よく行く銭湯、銭湯のお風呂の底がこんな感じ。なんかライトが、青いライトが光って、ちょっと露天風呂が幻想的な感じになってるの。待って、これ謎解き来たんじゃないんですか。何？どういうこと？トルガル？トルガル？ここが怪しい？ここが怪しいわん？ちょっと皆さん、お待ちくださいね。よく見てみよう、周りを。あ、なんかあるんじゃない？なんもないわ。私こっちから来たんだよね。こっちから来たんだよね。合ってるよね。もう行けなくなってる。ってことはここだけで謎解きがあるするってこと？なんか押したりアクションができるものがなければ多分今ね、ひらめいた。なんか力、召喚獣の力をさ使うんじゃないの。ちょっと待ってね、押せるものがないかだけよく確認してみよう。よく見てみる、上から下まで舐め回すように。上から下まで、ごめんなさいね、画面用意しないように皆さん。上から下まで舐め回すように見回してみます。特にアクションできる、押したりできる、開けたりできるところはなさそう。ってことは銭湯、スパイはないで、銭湯ってのが、銭湯ってのがいいね。あ、そうですね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、そう、なんか、あ、でもスパなのかな、あれ銭湯だね、あの銭湯だ、銭湯です。おしゃれなスーパーってよりかはね、銭湯って感じですね。ちょっと待ってね、コメントがちょっと OBS で配信してるんですけど、ちょっとチャット間違って消しちゃって、ちょっと今もう一回設定 OK。 はい、温泉はね、あの温泉っていうかね、あの銭湯とかそういうこうスパも行きますが、スパなのか分かんない、スパと銭湯の、銭湯わかるけどスパと銭湯の境目がわかんない。ここで、あ、なんだなんだなんだ、私何した何した。フェニックスゲートの地下遺跡と同じだ。私何した。まあ良い、まあ良い、動いた、動いたことに変わりはない。何が起こったかは把握できてないが、まあ良い、敵だ。まずはボールをウィックスして、ボールをウィックスして、でこれで敵を、おい、おりゃー、パワーパワーパワー、よし、んで、んでんで、こっちかな、あそこ扉だね。確かにフェニックスゲートの中に来たみたい。こういうなんか神殿みたいな、どんどんそして地下に下がっていくんだよね。なんかあの外から見たこう外観だと細長い塔に見えたけど、結構広いね、中
何なんだ。そしてフェニックスゲートと一緒じゃん、まさに。そこ、そこがもうわからない、見えない。ガーディアン、おりゃウィッグ、ウィッグ、わー、おりゃー、避けろ避けろ、ウィッグ、見えた見えた、おりゃ、リミットブレイク、バハムートでこれいいんじゃない、こいつ使えんじゃない、このこの敵、このガーディアンに対して、おい、あー、うまく回避できてないか、やばいやばいやばい、おい、行こう、おい、いけい、テイクダウン取った、よし、今じゃあ、いけ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 、押せ押せ、いいぞ、オッケー、よし、やったやったぜ。感覚的に娯楽室、食べ物がある施設がスーパー、更衣室出て腰に手を当てて牛乳飲むのがテントわかりやすい。じゃあ結構最近あの近場にあるのはスーパーですね。なんかこうスーパーがいいとか、あれこっちで合ってる、 こっちじゃない、なんかスーパーがいいとか、こっちから来たのか、ダメ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 、今日の私の目標は道に迷わないことと回避をうまくすること、この2つ。もう道に迷わない、こっから道に迷わない、皆さん見ててください。あのスパがいいとかね、銭湯がいいとかっていうこだわりはないんですけど、家にから近い方、家から近いところに、とにかくやっぱそっちの方が行きやすいじゃないですか。で今家からなんか近所にあるのはスパの方ですね。娯楽室とか食べるところとかある、あとね岩盤浴とかもある。最近結構増えてますね、人気ですもんね。あのなんだっけ、これ闘竜じゃなくて、あのバスタオル持って銭湯の中で、あ、ここ踏むんだ、踏むんだね、これね、何かを踏むと動く仕組みになってたんだ。なんかフェニックスゲートの時はどん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 下に行ってた気がするけど、これどんどん塔の上に行ってますね。こっちか、あ、敵いる、おい、いけい、もう倒してる、もう倒してた、あ、ちょっと待って、どっちから来た、こっち、こっちから来たよね、私ね、だからこっちでいいの、こっちかな、あれどっちから来たかはもう分かんなくなっちゃった、逆か、こっちから来たのかな、じゃあこっち、似たような構造で、あ、思い出せ思い出せ思い出せ、私このどっちか分かんなくなるのは戦闘すると分かんなくなっちゃうんだよね。だからだから戦闘する前に、戦闘する前にあの
目的地の方に何があるか目印を見つけてから戦闘するっていう風に決めたんだ。実践しようそれ。あ、電気出してる、電気ビリビリ出してる。あ、オッケー。なかなかチャージ、このバハムートのメガフレアのチャージをマックスまで貯めれないな。貯める前にもうやっちゃってる、やりたくなっちゃってる。焦りからだ。まだ私の中にも人間の思念が渦巻いておる。んで、あっちから来たでしょ。ここだね、こっちだね。まだあの外観から、この塔の外観から思うに、まだまだ上はありそう。今3階ぐらいね、このエレベーターみたいなので3階ぐらい上に登ってきたけど、次4階に参ります。4階を通り過ぎて6階ぐらいまで参りました。バルナバスは一体どこに。そして幻想の塔、想像以上に広いな。通常とは違うエレベーターの動きをしております。おりゃおりゃおりゃ、串刺しじゃ、串刺しじゃ、ガーディアンの串刺しじゃ。やばいな、コバエが邪魔をしてきてます。私の部屋にコバエがおります。よし、ここだね。あれ、なんだ、降りてきたね。 OK、 じゃあこういう時はまずはバハムートでこれやって、でこれで串刺し、イフリートのこの力で串刺しにして、バハムートでコントロールコントロールコントロール、おい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 、おりゃ串刺し串刺し、リミットブレイク。まだいるね、まだ上から降ってきてるよ。降っては来てない、降りてきてる。ハンターが来ました。これで串刺しにして、ういナイス、いいよ。攻撃してこいや、攻撃してこいや、攻撃してこい、おい、誘い技、おりゃこれで一発じゃ。リミットブレイク、何売り場やねん。こちらは何でしょうね、あの未来の機械がたくさん売っております。ただ少々攻撃してくるので危険ですね彼ら。勇気のある人だけおいでくださいませ。まだ上に行きますね。皆様、足と手を出さないようにお気をつけくださいませ。ここからスピードアップして一気に100階まで参ります。さあ皆様、お腹がふわっとなっていますでしょうか。
はい、来ました。100階に到着です。お気をつけて、いってらっしゃい。ディズニーのキャストみたいな。なんだこりゃ、コツメのガーディアンみたいな。強敵を倒せ。これまでとは何かが違う。でも倒す。もう負けない。もう負けない。これでちょっとね、誘って、えいっ、もう一個貯めたい。ういっ、いいよ。でタイタンもやっちゃう。おお、なんだ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 、同じような技やるじゃないか。同じようなメガギガフレアみたいな技やるじゃないか。ほいや、うわっ、ほいっ、避けろ避けろ。オッケー、ダウン。おっしゃ、やりました。どっちが強いんだろう、リスキューモブと今のやつ。なんとか倒したか。先を急ごう。エスキーリスキーモブってなんか早口言葉じゃない。エスキーリスキーモブ、エスキーリスキーモブ、エスキーリスキーモブ、エスキーリスキーじゃないね、エスキーリスキーモブ、エスキーリスキーモブ、早口言葉みたい。こっからはエレベーターはないってか。走っていけってか。ハンターいるね。無限起動、ハイタン、おじゃ、ダメだ。オッケー、まだいたか。オッケー、いいよ。トルガル大丈夫か、トルガル大丈夫か。よし、トルガルってそういえば覚醒してないですね。一回あのジルがギロチンされそうになったところから。待って、なんだ、ちょっと様子見てみよう。ちょっと様子見よう。こっちはいけないと、左の扉はいけると。でここはただのアイテムか。じゃあ左だね。ちょっと待って、怖いよ。あ、怖いもの見たさ。わ、下がもう真っ暗で見えないぐらい深い。よし、先に進みたいと思います。なんだ、あ、またエスカレーター。エスカレーターじゃないね、エレベーターだね。あのね、未だにエスカレーターとエレベーター間違う人手挙げて。はーい、未だにエスカレーターとエレベーター間違っちゃうの。わ、またすごいよ。さっき100回ぐらいだったとして、150回ぐらいまで上がってきた。わ、まだ上がってる。来たで来たで。なんかすごいの来たよ。トルガル落ちるなよ。
おりゃ、すかさずバハム特訓もちゃんとして、中心を狙え、チャージ。どういう攻撃かまだ分かんないもんな。ちょっとでもこれで、わーわーわー、いいぞいいぞいいぞ。自分の HP ちょっと気をつけようね。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。 HP 減ってないよ。え、めちゃめちゃいいんじゃない。今日まだテイクダウン取れてないよ、ね、おい、こういう時こそバハムートの、これでまたビヨーン出るね、ビヨーン出るね。あー、やばいやばい。そこか、オッケー、見えた見えた。やばい、一回当たったけど、かなりいい感じ。バハムートギガフレア、一撃。なんだなんだ、オッケー、いいんじゃない。第2弾来ました、ダンゴムシ、ダンゴムシみたい。確かに丸めてやれ、調子いいね、いいですよね今日ね。あ、やばい、ちょっとね、どうしてもこれこれやっぱ強いから。そこか、あー、やばいな、もう一個貯めよう。あー、やられた。ごめん、どうしてももう一個貯めたい、チャージしたい。 OK、 これもやって、リミットブレイクもやって、OK、 いいよ、よく見て、敵の動きよく見て、オッケー、いいよいいよいいよ。あー、なんてこった、なんてこった、敵どこ敵どこ敵どこ、当てられてた敵に。オッケー、ナイス、見えた。いけ、オッケー、ナイス、避けれてるよ、いいんじゃない。ウィーク、避けて、リミットブレイクでちょっと HP も回復しつつ、避けろ、待て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 、バハムートにさせて、やばい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 、ポーション、はい、ポーション、あと一発避けたい。あー、やばい、避けれなかった、バハムート、オッケー、ナイス、ポーション使っとこう、あとちょっとあとちょっと、オッケーオッケー、調子いいねー。ちょっとマイクが私の音
音声うるさいかな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと後で調整しますね。ムービー終わったら。よし、トルガル落ちてないよね。ナイス、ありがとうございます。屋根がない、もしくは何だろう。ことはさ、さっきの村人たちもここを通ってきたってこと？天井、なんかなんだろう、天井焦点みたいな。あ、私のちょっと音声どうかな。ちょっとだけ待ってくださいね。ちょっと音声だけ、あの音声調整したいので、ちょっとだけ待ってくださいね。カメラ、ちょっとカメラ一旦オフしますね。お待ちください。あ、ちょっと待ってくださいね。カメラオフ。はい、ごめんなさい、ちょっと設定します。あ、すいません、どうかな。ちょっとごめんなさい。私がね、興奮しすぎて前のめりになっちゃってて、ちょっともうちょっとね、機材の位置後で設定したいと思うんですけど、とりあえずマイクの位置変えたんですが、ちょっと自分の声聞いてみていいですか？すいません。ゲーム音に対してどうだろう？私の声。ちょっと割れちゃってたかな？今日出てるね、声。今日出てますね。ちょっとだけ感度を上げました。大丈夫かな。うん、 OK。 じゃあこれでいきたいと思います。なんだろう、天井ってなんか今出てたけど、ごめんなさい、ボフっていっちゃった。なんだろうな、どうしてもね、私的には、前回のね、シャープ25、先週のね、金曜日に配信した、ジルとクライブの、裸んぼでの抱き合ってるシーンがね、もう忘れられなくて、もう頭にもう焼き付いて。あの扉の向こうに。まあ、頭に焼き付くとはこのことですね。美しいシーンに私の、なんか、なんだろうな、私の邪念が頭を駆け巡っている状態がもう頭からもう離れなくて、なんか天井って聞くとなんかそこから焦点みたいな、なんか二人のあのシーンを思い出しちゃった。邪念を捨てよ。え、これ最上階？何この像は、石像は何これ、なんだ、アカシアたちが倒されてる。これは我が剣の糧となるべく集った者たちだ。バルナバス、なぜそうまで人であることに固執する。ミュートス、なぜ、いつの世も人が変わることはない。その弱さゆえに力あるを妬み、力なきを踏みにじる。愚かに己と異なるを憎み、己と同じと見るや徒党を組んで他を排する。それもひとえに己の安楽と優越のため。差別も迫害も分断も対立も人が作り上げてきた悪意の営みそのものではないか。
それらはすべて自我による苦しみがもたらしたもの。何があったバルナバス。お前とてその悪意を負わされ続けてきた身であろうに。それでも背負ったすべてが俺を紡いでいる。どんな思いであれ、そのすべてが俺の生きる力となる。俺は生きていく。そのために人でありたい。かっこいいね。かっこいいね。シンプルだね。貴様だって。確かに人として生きた時があったかもしれん。何？もう人じゃない。遠い昔、神は人に魔法という力を与え、人はその魔法によって文明を築き上げた。だがやがてさらなる力を求めた結果、この地は黒の脅威にさらされた。今のようにな。人は欲という自我に飲み込まれた挙句、滅びの道を歩んだのだ。しかし一握りの民は神に祈りを捧げ続けた。人を救いたまえと、人を正しき道に導きたまえと、神は応じこう告げられた。まことあるべき世界に人を導くと、故に神にこの身を捧げた。人としての性などとうに捨て去ったわ。人を救うため、それがバルナバスの正義か。もはや肉体も人ではないのか。オーディンの力って感じじゃないもんね、これね。貴様何を。アルテマのなんか力をこうちょっと分けてもらってる感じ。こうも仰せられた。新たな世界に渡りたくば、人よ自我を捨てよとな。人がまことあるべき世界に導かれるには己を捨てねばならん。愚かな過ちを繰り返さぬように、御方の望む無垢なる存在になる必要があるのだ。人の救済、そのために神の器であるお前を最後の供物として御方に捧げる。お前を神に奉じ、我が信仰の証を立てよう。人が自我を捨てて、ただ誰かの言葉に従う、それで本当に生きていると。トルガル、トルガル、よし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 。自我があるから人は思いを寄せる、生きたいと願う。貴様がやろうとしているのは救済じゃない、人を見捨てることだ。見せてみろ。なんか難しいな。いや、一見ね、クライブが言ってることが、クライブが言ってることが正しいんだろうが。生きることを諦めた決して負けない。やんのか。うん、2回も負けてるからね、こやつに。遅い。
でも負けない、負けない。なんだ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 、今の歯みたいな入れ歯みたいな、なんか行け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 、あ、行け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 、 OK、 もう一発避けたい、 OK、 なんか入れ歯みたいな攻撃してきてる。なんか結構素早い攻撃してくる敵はもしかしたらこのバハムートのメガフレア、あのジャスト回避しやすいかも。落ち着け落ち着け、敵よく見て、 OK、オッケー、いいよいいよ、あんまり当たってないんじゃない。バハムートこうやって見るとでかいな。神の慈しみとして選ばれた。2倍ぐらいありそう。まだ愚かな試練に身をやつすか。ならば何かさ、あのクライブがね言ってることがねもう正しいと思うんだ 100%。 人は自我を失ったら楽しいこともね、行きたいという思いも湧かないと。オーディンになってんじゃん、オーディンになってんじゃん。でもねバルナバスがねそう思った、そのもう自我を持たない方が人は幸せだと、人を救いたいと、そうやって自我を持たないことで人を救いたいと、どうしてそう思ったんだろう、そう思った背景には何があるんだろう。そう、その力だ。何かきっとさ救われないことがあったんだよね多分バルナバス。えいっ、うわ、いやだ、こんなとこから落ちたら。なんかバルナバスも助けてあげたくなってきちゃったよ。わわわわ、上からはダメ。わわわわわ、小林、小林にももうメガフレア、もうメガフレア食らわせてやりたい。己の天命を理解し、己の役割に従順になることだ。自我を捨てよ、エトス。私に勝ちたいのだろう、貴様。さあ、お前の力を見せて。おい、うわ、これどうやって避けるってのこれどうやって避けるってのわ、もう見えない、早すぎて。あー、一回避けたい。そこか、オッケー、 HP 大丈夫だね。なんか今絶対に避けられないなんか技を食らわせられた。ミュートス、リミットブレイクやってる間はね回復できるからね、いい感じのタイミングでちゃんとリミットブレイクも出していきたい。アウト、オッケー、ちょっとこまめに出そうか、メガフレア
オーケーキリミットブレイク。はい、なんだなんだなんだ、これこれこれ、怖い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 。この時リミットブレイクを出した方がいいかも。やばい、ここチャンスだったんだな。しくじった。さっきの絶対に避けられない。あー、ここやばい。ギガフレア、ギガフレア、直接直接もう近距離。あーやばい。オッケー、見えた。よし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 、生きるために自分たちの足で歩き続けてきた。歩むことを止めた貴様には分かるまい。貴様が思っているほど人は弱くないんだ。あ、やったやった。あ、助けてあげたい、なんか助けてあげたいよ。バルナバス、あ、トルガル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 に救われた。私もさ、もうクレイジー野郎なんだよ私。あ、なんだ、斬鉄剣究極奥義大斬鉄。やばいやばいやばい。おってやった、おってやった。まだ死んでないね。まったく、あれを返されるとはな。レベルが上がってるね、クライドも。なんだ、なに、なんだ、なんだ。面白い、面白いぞ、ミュートス。どうやら私はお前の愚かさに当てられたらしい。感じるのだ、
遠い昔のように熱い血潮な。これが本当の生というものか。しびれるような闘水とこの身を焦がす罪深き歓喜が、浅ましき人の身にただ一つ許された甘味な毒、最後の一滴までとっと飲み干してやる。こいつに勝てんのか。お前の進化を私に見せてくれ。え、クライブどうしたん？どうしてフリートの力なくなった今。あ、怖いんですけど。あ、やばい、回復した。もう連続連続連続。オッケー、ナイス回避。あ、痛い痛い。なんだこのかっこいい曲は。やばい、あー、これ回避がもう不可避不可避。オッケー、ナイス。もっと私に見せてくれ。うわあ、うわあ、バムと来い。よし、私の宿願は間もなく叶うだろう。おりゃ、この世界は静かに守るのだ。痛い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 、お願い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 、待って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 、危ない、めっちゃ危なかった今 HP。 やばいぞやばいぞ、ちょっと待って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 、敵の HP あと3 50%。 神のおもちゃになるつもりはない。いって、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 これどうやって受ければいいの？あ、やばい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 。あ、まずいまずいまずいよまずいよ。あ、この時に避けられなかった。いてぇ、やばいぞ、守りの薬来い。あ、くそ。怖い怖いよ、死にたくない死にたくない。あ、これどうやって回避しろっての。ためようぜためようぜ。うわー、グッド、もういけもういけもういけ、使え使え。いいよいいよ、でも HP は戻ったよ。 HP はポーションあと1個だけど HP 戻ったよ。リミットブレイクして、タイタン来い、タイタン来い、次タイタン来い。バハムート、バハムート。あー怖い、なんだなんだなんだ、どうしたらいい、どうしたら、でかいでかい。うわー、これどうやって避けんの。うわー、やばいぞ。チャージするしかない。オッケー、まだ来るね。オッケー、回避完全に見えた。うん、
てはいるね、敵に。やばい、でもポーションがない、もう。守りの薬効いてんの？これ守りの薬効いてる？あとちょっとよ。行くよ、このまま。行け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 、押せ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 。押せ押せ。まだだ。まだ終わらぬ。さあ、ミュートス。私の全てを受け止めてくれ。あ、怖い怖い怖い。怖いよ。うわいやー、おー、恐ろしい。避けたよ、避けたよ、避けたー、避けて避けて、うん、もう、スカちゃん、怖い。オッケーオッケー、いいよ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 、大丈夫大丈夫、あとちょっとだよ。避けよ避けよ避けよ。あー、痛い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 、ダメ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 。オッケー、ナイス、使っちゃう。汗から、汗から汁がやばい、汗から汁がやばい、汗からじゃないよ、手からの汁がやばい。落ち着こう落ち着こう、最後だから落ち着こう。手からの、手からの汁が、手からの汁がやばい。あ、やった、やったんじゃん。正しかったのは私か、お前か。貴様が言ったんだろう。俺たちのこの戦いが終われば、おのずと分かるのだと。全ては天意。そうだろう。クライブ・ロズフィールド！バルナバス、あこのすぐしかなかったんかな。いや、勝った勝ったよ、一発で勝ったよ、一発で勝った、一発でバルナバス倒した。いやー、すごい、手からの汁がやばい。ナイス、ありがとうございます。こちら VS ラオヤン。その戦い見たい。確かに、確かにそうですね。イフリートがゴジラで、ラオウがオーディン。確かにそうだ。特撮映画見てるみたいだ。ナイス、ありがとうございます。やりました。さすがにオーディンは S 級リスキーモブより強いですよね。 S 級リスキーモブに昨日、前回か、3回ぐらい殺されたことを私は非常に悔やんでおりまして、もう絶対もう負けたくないと思って回避頑張ったんですけど、さすがにオーディンは S 級リスキーモブよりは強いよね。頑張ったってことでいいよね。あー、なんかバルナバス、なんかかわいそうに思えてきちゃった。自我を持ったまま私を倒すとは、これが人の進化というものか。自我を捨てるだって。貴様も新たな世界を夢見た時点で自我を捨てられなかったんだ。まことあるべき世界、そんなものただの幻想だ。俺たちの世界はただそこにある。この世界で
神よ、アルテマを殺し、人の手によって人を救う。これアルテマじゃん、この銅像。あ、びっくりした。吠えるな。すべては御方の手のひらの上。貴様まだ忘れたか、私の目的を。私はこの手でお前を完全な神の器にする。ああ、何、なんだ、なんだ、アキレス腱はやめて。受け取れ、クライブ・ロズフィールド。お前は神と一つになる。それが定めだ。さあ、この力を食らうがいい。剣使え、剣使え。マザークリスタルを配された。イニシエからの定めに従え。何を。やだ、やだ、何。まさかオーディンの力を入れたってこと。オーディンの力を。あ、え、石化されちゃった。今度こそ救われる。やっと帰れます。カカ様、やっぱこの人なんかお母さん。ああ、なるほどね。ドミナント全ての力を、ドミナントはもう彼のためにあるって言ってたもんね、バルナバスを。だから最後自分の力をクライブに移行させたんだ。出てこい。ドミナントたちの力を食らうごとに己が強靭になっていく。その身が神に近づくのはこの上なく心地よかろう。いくら自我で満たしたとて、汝が我が器であることは決して揺るがぬ。見よ、汝の体は喜びに打ち震えているではないか。なら、これで貴様を殺すだけだ。よかろう。来るがよい、因果の子よ。ドレイクスパインにて何時を待つ。すべてはかの地で果たされよう。ドレイクスパイン、最後のマザークリスタルの、クリスタルのある場所ですね。ちょっと悲しそう。クライブのトルガル。ああ、帳が消えてく。オーディンには何が、バルナバスには何があったんだろう。お母さんとの、あのね、美しいお母さんとの間に。お母
母さんに執着してたんかな。お母さんが死んでお母さんにずっと執着してたのかな、バルナバスを。逃げろ。そうならなった何か過去があったんだ。おじさんちょっと待って、やめてやめて、首刈りバイロおじさん、首刈りバイロおじさん。わしに聞くな、シアドマ。わあ、貴様が戦場で指揮を取らんか、このありさまなんだろう。好き好んで退いたわけではない。参謀なんぞ誰がやりたがるか。貴様が訪れてからというもの、アカシアは襲ってくるわ、妻は家を出ていくわ。まったくもってろくなことがない。ハベルってあれ、なんかあれか、長くは持たんぞ。アカシアとアジンの20万、このランドラに置かれた兵だけでは到底太刀打ちできん数だ。では中央砦で、周辺の集落から民兵やベアラーたちが合流して水際で持ちこたえておるらしい。この局面で手を取り合うとは皮肉なものだな。皆が生きるために覚悟を決めただけだ。あれ、ハベルって誰だっけ、どこでいた人だっけ。なんか、来たよ、避けんな、アカシア強いからね。ナイス、首刈りバイロおじさん。うわー、これまずいね。わしにいくつか舞台を貸してくれ。頭でも撃ってか。ここでか。さっきの話を聞いたか。ここで頼むのか。聞いておったら、無礼を承知でこうして頼んでいる。どうしてもおいの力になりたいのだ。まさか、シドのことか。そんな話してる場合か。ふざけるなよ。滞在員に兵を渡すことなど、滞在員などであるものか。クライブは戦い続けている。負けんなよ。人として生きられる場所を作るために、今この時の余裕あるね。バシアのために、世界のために戦っておる。この二人余裕があるのかないのか、どっちなんだい、どっちなんだい、余裕があるのかないのか。余裕ないね。誰、ならばその任、ヨガつこう。デュオー、ディオン・ルサージュ。デュオー、ザンブレック青竜騎士団の生き残りを預ける。好きなように使うがいい。素晴らしい。おい、今日に外の状況を報告しておけ。はは、直ちに。手を取り合おうぞ。どうして気候が協力を。手を取り合おう。フェニックスには借りがある。噛むな、大事なとこで私。お前もおいを信用しろ。調子に乗り寄ってからに。まずは再編か。仲良さそうだね、この二人ね。なら兵の数を把握せねば。合流した青竜騎士団はどれほどだ。お待ちください、部隊長。貴様に貸せるほどの兵が残っているかどうか。竜騎士たちを外の隊に回すんだ。急げ。デランス、リオン様。護衛を任せる。護衛？私に、おそばを離れろと。その少女は世の命の恩人だ。あの薬売りの子か。寝床と食料を与えてやってほしい。ディオン様、できません。頼む、テランス。世の償いに身一つで赴かずして誰に顔向けできよう。今度こそ民にこの身を捧げたいのだ。この人こそ本当にもう一国の王にふさわしいよ。叶えてくれるな。ちゃんと約束も果たす。あなたのためならば。
ありがとう。離れたくないよね、近くで守りたいよね。リオ、どうか無事で。美しい、うん、すごいね、彼はね、ディオンはすごいね。一国の王にふさわしいよ、本当に。なんか自分の欲じゃなくて、本当に民第一で考えて、泣かなかった、うん、こらえた。しばらくしてエイストラの村。あ、ジョシュアも合流した。あ、戻った。あ、兄さん、よく無事で。クライブ。なんとかな。お前も無事でよかった、ジョシュア。それで、奴は。決着はついた。この人は、そうですか。一人になっちゃったね。でも子供が守ってくれたんだよ。お腹の子が、お腹の子が守ってくれたから、どうか生まれてきた子がベアラーだったとしても捨てないであげて、お願い。だけどバルナバスは死んだ。クライブがみんなの仇を討った。だからさ、すごいタイプ、やっぱりタイプ、この顔、うん、この村でずっと育ってたのかな。ガブ、話がある。すまねえクライブ、俺もお前たちについていきたいんだが、うん、シドのアジトに連れていくのかな。エンタープライズとの大事な伝令役なんだ、しっかり伝えてくれ。それと彼女の面倒も頼む。いや、任せてくれ。よかったね、この妊婦さんね。みんなによろしくな。クライブたちに会えて助けてもらう。ご好意に感謝します。きっとさ、シドのアジカに行ったらさ、赤ちゃんも無事だよね。生まれてきた子がベアラーでも、みんなで大事に育ててくれる。ガブ優しい。ガブ惚れてまうやろ。優しい。臨月も近いのにこんなところに置いておけないさ。それにかくまうなら隠れ家の方がいい。うん、バルナバスは自らアカシアになり、ずいぶん前からアルテマに仕えていたようだ。俺をアルテマの器として完成させるべく、世界に混乱を招いてまでな。アカシアになってたんだ。だから最後青かったんだ。それで自らを破滅に追い込むような動きをしていた。ああ、だが奴が言っていた人の救済という思い、あれはおそらく本物だった。だからそこにつけ入れられた狡猾なアルテマによって。人の救済か。
聴者。俺たちは人か。いいや、ドミナントだ。僕たちは人じゃない。でも人でありたいと願ってる。それは僕も同じだから。アルテマと戦う。違うかい？いや、その通りだ。ジョシュア強くなったね、本当にね。バルナバスが言っていた。まずはクリスタルはアルテマが廃したと。アルテマ？奴が？マザークリスタルは大地から際限なくエーテルを吸い上げている。そのせいでエーテルが枯渇し、黒の一帯が広がった。もし奴の言葉通りなら、黒の一帯の元凶もまたアルテマだ。お前は何かつかめたのか？アルテマが求めているものはイフリートと、そしてフェニックスが一つになった姿。そう、クリスタル自治領でバハムートに打ち勝った僕たちの姿だ。あれがおそらくアルテマ本来の形なんだろう。奴は兄さんの体を使ってあの姿に戻ろうとしているのかも。いや、それだけじゃない。これはきっかけ。きっと本来の形、つまり肉体を欲するのは精神体のままではできないことがあるからなんだ。それにマザークリスタルからエーテルを吸い上げているのもアルテマ自身というのなら、肉体とエーテル、そうか、その双方を必要とするものは魔法しかない。アルテマは途方もなく強大な魔法を使おうとしているのかもしれない。それが奴の目的か。なおさらマザークリスタルを破壊しなければ、奴の企みを阻止して黒の一体も止める。なんかちょっと、まあ、ここからは俺たち兄弟の戦いだ。そのつもりだよ、兄さん。かわいいな、ジョシュア。ドレイクスパインへ。優しい目してるね。あの地で奴が待っている。いやー、いいな。美しいね、この二人も。またさっきのデュオンとさ、あのパートナーも美しかったけど、この二人も美しいね、この兄弟も。はい、皆さん、オーディンの力ゲットしました。すいません、ちょっとムービーが続いてコメントをちょっと読めてなかったんですが、こんにちは、こんにちは、ルナフレー、ルナフレー、ナノックスフレー、ナノックスフルーレ、フルーレです。こんにちは。それはお名前でしょうか？すごい長い。ルナさんでよろしいでしょうか？ウルさんがよろしいでしょうか？カナさん、こんばんは。こんばんは。いらっしゃいませ。妊婦さんとガブ一緒になってほしい。そんな未来もあるかもしれないね。うん、ガブのね、そういう話は出てないからね、今のところね。よし、ちょっとオーディンの力は、オーディンの力めちゃめちゃ強そうだね。斬鉄剣とかも使えるのかな。武器を断鉄剣に持ち替えて攻撃する。敵を攻撃して断鉄剣ゲージを貯め、その後視覚を長押しでして放つことで空間を切り裂く、断鉄剣を放つことができる。いかほどの強さなんだろう、他の召喚獣と比べて。召喚獣オーディンの魔法障壁は消えた。これならストーンヒルへ向かえるはずだよ。うん、なるほどね。オッケー。これアジトに戻れんのかな、一回。あ、戻れるね。アジトに行けますね。移動できるようになってる。そしてどん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 、もうなんか、もうそれどころ、世界はそれどころじゃないってのに、どん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 、ミニクエストが溜まっているという、この状況。
ちょっとだけごめんなさい、鼻かんでいいですか、すいません。ちょっとだけあのお鼻かみタイムしたいと思います。ちょっと画面ちょっとだけ切りますね。画面切って音声だけ出すみたいな、ちょっとそんな変態的なことはこうちょっとしないので、音声もちょっとだけ切ります。お待ちください。すいません、お花紙タイム終了しました、それではちょっと待ってね、多分こっちがドレイクスパイン、エイストラがこっちが目的地ですね。的への道、一回ちょっとシドの隠れ家に、あ、戻れるね。シドの隠れ家に戻れました。ふう、さっきの妊婦さん戻ってきたかな、ガブと一緒に。はい、なんか落ち着くよ。あ、タルヤの医務室、あ、不死鳥に癒しをちょっとだけ見てこ。帰ってきたと思ったらみんなボロボロ。ちょっとタルヤのところに行ってみたいと思います。あの前にちょっとリスキーモブまた溜まってないか見ていいですか。この辺新しいかな。ボムキングの手配書ならこれ見たね。目撃談見てねって。はいはい、これね、こいつね、こいつだよね。パンデモニウム前回めちゃめちゃやられたの。ちょっとリスキーモブ退治も行きたい。サブクエストにリスキーモブ退治もこう含まれてたりするから、これって、あ、B か、S 級倒したいね。S 級。スバローグ。出現場所が、S 級に関しては、出現場所が分かんないのかな。S 級に関しては、出現場所、分かりまへんと。分かりまへんと。もう見た目も分かりまへんと。見た目分かりまへんが、眠れる巨人像っていうのだけは分かってる。ボムキングは B 級なんだ。なるほどね。S 級で倒したのはパンデモニウムだけか、前回の私が3回ほどやられた。OK。ちょっととりあえずタルヤのところ、行きたい。あの妊婦さんいるかちょっと気になるし。いないか。あの妊婦さんはいないか。ここで出産するのかしら。このままでは。ジョシュア様が、あ、ヨーテ、何かご用でしょうか。ウィさん、精神的にきついって。そうですね。なんか、よくないよね。だって、よくないけど、でも、妊婦さんってさ、多分、お腹の中の子供を守らなきゃいけないっていう気持ちもあるから、なんか、だから頑張ってくれるでしょう、きっとね。でもね、村の人たち、夫も含めて村の人たちみんなやられちゃって、誰もいないシドの隠れ家にやってきたからね。まあ精神はやられちゃうだろうね、多少ね、多少やられちゃうだろうね。お腹の子がきっと助けてくれる、自分をね元気にしてくれると思うよ。はい、
ヨーテにちょっと私のことについて、自分のことについて聞きます。私はジョシュア様の従者であり、警護役、長らく旅の友を務め大陸を巡ってまいりました。目的は二つ。我々の目的は二つ。一つはアルテマの真意を探ること、もう一つはクライブ様を密かに見守ること。そうだったんだね。まあ助けてくれてたもんね、ずっとね、ジョシュアと共に。実はこれまでも各地に散らばる不死鳥教団員の報告で、シドとしての活動を把握することを務めていたのです。しかし今の私にできるのは、クライブ様とジョシュア様のご無事を祈ることだけ。ご無事で。お二人ともどうかご無理をなさらぬよう、それが私のただ一つの望みでございます。隠れ家について、皆様のお役に立てればと。ジョシュア様から隠れ家の警護につくよう仰せつかっていますが、それ以外の時間は皆様のお役に立てればと考えています。先日はブラックソーンのご用命で武器の手入れをしたり、オボルスと一緒に船の補修をさせていただきました。ありがたいことに。タルヤのお手伝いをさせていただいた時には、薬草の知識にお褒めの言葉をいただきまして、教団では褒められることなどありませんでしたから、なんだか気恥ずかしくなっていました。いいね、ちょっと照れてるヨーテちゃんみたいね。きっとジョシュア様も。どうやって照れんのかな、ヨーテ。褒められたことない人が初めて褒められた時ってどんな反応するんだろう。ありがとう、ありがとう。こんな感じかな。私は褒められちゃったらもうニヤニヤが止まらない。もう 顔から全身からもう喜びが溢れ出ちゃうと思います。はい。私も今しばらくはこちらの一員として尽力したいと思っています。ジョシュア様もきっとそれを望んでおられるでしょうから。不死鳥に癒しを。浮かない顔をしているな、ヨーテ。何か悩みがあるなら話してくれ。あ、クライブ様。クライブ様にはご相談した方が良さそうですね。実はジョシュア様の体の具合が優れないのです。そうだよね。胸の石化による痛みが日に日に増しているようでして。それは心配だ。薬を飲めば症状は和らぐのですが、問題はその薬なのです。え、というと。あ、もうちょっとしかないってことじゃない。あの傷にはベアラーの石化で用いるような痛み止めが効きません。そのため教団やタルヤと協力してジョシュア様に合わせた薬を作っています。材料が希少ゆえ作れる数にも限りがあるのですが、最近は薬を飲まれる頻度も増えています。このままでは薬も材料も尽きてしまうでしょう。ジョシュア様の痛みを和らげることすらできなくなってしまうのです。やだよ、ジョシュアが苦しむところを見たくない。クライブ様、薬の材料集めにお力を貸していただけないでしょうか。これは重要ミッションだ。これでやめておく。やめておく。そんなことはしませんわ。力になろう。感謝いたします、クライブ様。それで薬の材料とは。ストナソウと呼ばれる薬草です。エーテルの濃い場所のみで育つと言われ、かつてはロザリアの水道橋付近で採取していました。ですがあの辺りも今ではエーテルだまりの中、取ることもままなりません。他に自生しているところがあれば良いのですが。ヨーテもわからないのかな。ストナソウはまだ水道橋付近に生えてるんだな。ええ、確認しています。なるほど。まあじゃあ、じゃあ俺が行こう。まあね、敵をね倒せば。希少な材料なんだろう。下手に探すより取れるところで取った方がいい。確かに。それにドミナントの俺ならエーテルだまりにも耐えられる。承知しました。それでは。結構重要ミッションだわ、これは。ストナソウはシンクの色が特徴です。水道橋のあたりを探せば見つけられるかと。それではクライブ様、どうかお気をつけて。
このクールフェイスなヨーテちゃんをちょっとこう褒めて、ちょっと恥ずかしくなってるヨーテちゃんの顔見たい、私も見たい。彼女はさ、ジョシュアのことをさすごくこう慕ってるから、ジョシュアに褒められたら最高な笑顔が見られるんじゃないの。ゲームが終わるまでにそういうシーンがあればいいな。なんとかしてみたい。君の恥ずかしんでる顔を絶対に見てやる、このゲームが終わるまでに。ヨーテの泣きぼくろがセクシー。あれどこにあった、ヨーテの泣きぼくろ。薬の材料となるストナソーは泣きぼくろだから、ここか、ここか、ここですね。ですが、あの辺りも今ではエーテル溜まりの中。泣きぼくろがある方は確かにセクシーですね。どうかお気をつけて。女子だとメイクの時にさ泣きぼくろを書いたりする人もいるぐらいですからね、メイクでね、ポチポチって。こんばんは、ヨテ、こんばんはです、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ヨテ、かなちゃんと髪型一緒やんですね。確かにそうだね、ヨテと一緒だわ、顔は全然違う。よく見るとありますよ、今度見てみよう、ちょっとアップになった時に。確かにあったかもしれない。うん、ヨテ君はあれ、誰かの名言。はい、誰だったっけ、誰、私の頭の中の記憶がもう空っぽにどんどんなっているので、3時間も経つと空っぽになる脳みそなので、はい、皆さん記憶を思い出すお手伝いしていただければと思います。皆さん、それでは今日は時間的にお時間になりましたので、ちょっとこの辺りで終了にしようかなと思います。一体いつ倒すねん、リスキーモブは。もうめっちゃ溜まっております、リスキーモブ。場所ちょっとね、もうめちゃめちゃ大変そうなので、歩き回って探すの調べちゃおっかなと思ってるんですけど、どうですかね。配信外で戦闘の練習とかするときに結構いろんな地域を巡って、開けてない地図、開いてない開いてない地図をこう開けに行く中で1体は見つけたんですよ。でそうやってなんかちょっと戦闘外じゃない、配信外で戦闘練習とかしたり地図広げてる間に、まあ、見つけて、見つかんなかった場合はちょっと調べてもう倒しに行っちゃったりしたいなっていうふうにちょっと思っております。であとはミニクエストに関してもなんかほんとちょっとした お使いみたいな、クライブのちょっとしたお使いみたいな、さっきのジョシュアの薬を作るための薬草を取ってくるっていうのは かなり重要なミッションだと思うんですけど、なんかその辺の民から頼まれたお使いに関しては配信外でちょっとやってもいいかなって思ってます。結構ねたくさんあるので。お疲れ様でした。ペコ、ありがとうございます。皆さんもお疲れ様でした。見ていただいてありがとうございます。大体無駄な、わざわざ行かないといけない場所にいるよね。そうそう、なんか、私もこう地図広げる中で、いや、絶対この先いるでしょっていうね。絶対この先いるよねっていう、もう明らかなスペース、無駄なスペース、地図上の無駄なスペース。行き止まりなんだけどなぜか広いスペースみたいな、そういうところにね一体いたから、見つけたから、そういうところにいるんだろうなと思ってます。リスキーモブ君は出た名言、誰の名言かわからないけど、はい、ということで、もしかしたらちょっと本当にミニミニお使いに関してと、あとリスキーモブ
C 級とか B 級とかのリスキーモブに関しては、調べて配信外でやっちゃうかもしれません。はい、その時はまたお知らせしたいと思います。お疲れ様でした。またぜひ遊びに来ます。ありがとうございます。また来てね。お疲れ様でした。カッポありがとうございます。それではもうかなり後半に近づいてきたと思います。難しいあの言葉や漢字もたくさん出てきました。あの一応ストーリーはちゃんと頭の中に入ってます。オーディンも倒してオーディンの力もゲットしたので、ちょっと次の、ね、配信までにオーディンの力がどんなものか、確認しておきたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。皆さんそれでは良い夜の時間をお過ごしください。じゃあね、また明日です。バイバーイ。バイバーイ。お疲れ様です。さよなら、さよなら、さよなら。